皆さんこんばんは。今日はクリスマスということで、まだ編集してないんですけど、ちょっと前のですね、アクアの映像未公開シーンとともにですね、ちょっと出したいなと思ってます。まあ、ちょっとどんな感じになるかわからないんですけど、ちょっと暗い感じになってしまったら申し訳ないですね。すいません。まあ、ですね、12月10日にアクアを保護しまして、推定なんですけど10月25日が誕生日だろうとした時に、クリスマスがちょうど2ヶ月だったんですよ。今日でアクアちゃんはちょうど2ヶ月なんです。なので記念に出そうかなと思いました。どれぐらい成長したかなと皆さん見ていただけたらまあわかるかなとは思うんですけど、はい、こんな感じにべっぴんさんになりました。アクアさんべっぴんさんですよ。はい、いやもう本当に良かったなと思ってます。正直ですね、病院に行った時に重症だねと、これはもうかなり重症だよと言われました。お尻からですね、体温計を入れるんですけど、先生がですね、お尻の穴がないと。私正直最初そういうちょっと病気でお尻の穴がないのかなと最初思って、えって言ったんですよ。けどじゃなくて、まあ良かったんですけど、お尻が詰まってたと、塞がってたんですね、コクシジウムのせいでですね。で一日連れて帰りまして、たくさん出ましたね。やはり詰まってたんでしょうね。かなり出ました。びっくりしました。これも初めて言うんですけど、本当にすごいすごい量出たんですよ。なのでそうですね、あのままだったらもうちょっとやばかったんじゃないかなと、本当に僕も帰ってその時に思いましたね。けど見てください、この元気、こんな元気になりました。みんなに顔見せようか、きれいよ今日。鼻も分かりますかね。言わないんですよ、スンスンブヒブヒあんま言わなくなったんですよ。これも本当嬉しくてですね、ブヒブヒ言ってないんですよ。なので鼻炎はですね、ちょっとはやっぱ出るんですけど、鼻水もまだ出てるんですけど、良くなってるんじゃないかなと、良くなってるんじゃないかなと私は思ってます。じゃあいっぱい触らせて、こんな感じです。目わかりますかね。ちょっと持たせて、赤ちゃんちょっと持たせて。こんな感じです。ちょっと目薬のちょっと色がついてるんですけど、こんな感じですね。こんな感じです。お、いいねいいねいいね、いいよ、はい、いいですね。こんな感じです。まあそういった感じで、今日で2ヶ月うちに来て2週間とちょっとですね経ちました。今日はクリスマスということで、皆様ちょっと忙しいかなと思うんですけど、アクアちゃん成長してよかったね、治ってよかったねなんて思ってくれる方は、アクアにですねクリスマスプレゼントとしてチャンネル登録して毎日見てくれたらすごく嬉しいです。アクアちゃんも喜ぶと思います。では今日はご視聴ありがとうございました。バイバーイ。Oh boy.